疲れ様です。お疲れ様です。それ今日なんか活躍してた週あれですか、ちょっと見ててもらっていいですか。ラパラです。往年のラパラだけど、だけどこれなんかすごいやつなんでね、83年の売れ残りです。あー83 30プレゼント券か。三重じゃないんだ。三重っぽく見えるけどね。これちょっとピラッと開いてみてもらっていいですか。なんですかこれ、こんなキャンペーンやってたんだよ。すごいね、なんか歴史感じますねこれ。新製品、83年。何が新製品？うおー、マグナムシンキングとかはまだ新製品だったんだ。嘘だろ。シャッドラップが新製品だよ。すげえなこれ。で、中身何が入ってたの？どれ？閉店する釣り具屋で買ってきました。すげえ、これがもうかなりね、今2019年だからね。35年くらいかな、これ残ってたってこと。この色釣れんだよね、そんでね11も釣れるし。いやーもう実際ね、結構タイミングで入れ食いみたいになってたりしたからね。今日はシーバス帰りにツーさんに来てもらって、伝説のルアー開封ということで、今日から素材始めた。ちょっとラパラについて今のところで語れる範囲でちょっと語ってもらってもいいですか。古いルアーだけどちゃんと飛ぶ。そんなねかな。泳ぎは、ね、泳ぎは巻き抵抗もそんな少ないし、プリプリ感もそんなしないけど気持ちよく巻ける。今日最終的にはサイズとかいろいろ調整しながらだろうけど、結構ラパラで釣ってたよね。結構ラパラで釣って、原さんもラパラね、すげえので入れるってね。昼間のああいうデイシーバス、まあボートってのはあるけど、それであんだけ釣れるってのは、俺は夜に使うイメージだったんだけど、ほんと昼でもいいんだ、ラパラで。うんうん、夜釣りなイメージだったんだけど、まあ今の時代でも釣れるんだから、多分10年後も20年後も30年後も釣れるということでしょうな。ありがとうございます。いただきます。完成されたね。いただきます。あれ投げないじゃん。投げないの？投げないじゃん。え、これお宮で持ってきてくれたんじゃないの？え、投げないじゃん。いいね、83年モデル。というわけで本日の釣り子 TV は、めでるから、ね。